さいなこの動画。ありがとう、ありがとうございます。はい、なんだっけ、部活の話だっけ。なんか緊張してきた俺、ね、緊張してきた。どうしよう。シュプリームさん、俺の名前隠れてないよ。たか、なんでだ。本当だ、意味が分かんない。はい、始まってる。始まってる。ああ、笑ったな、いきなり。いや、ね、超絶笑ってしまったな。笑いました。何で笑ったか、後で話しますけど。ね、後で話しますけども。言えるか。いやー、帰宅部終わりまして。あ、お疲れ様です。お疲れ様でございました。帰宅部ね、何部だったの、ひとみは。あ、高校の時？高校の時。高校の時、ちょっとだけテニスやって、うん、その後帰宅部やってたわけ。もう一回言って。テニス。ああ、テニス。いいわ。何の話普通のあれだわ。テニスね。え、みんな何やってた？部活。俺、小中が野球で、高校までハンドボールやってて、うん、かっこいいやし、なんか結構スポーツマンなんだ。超かっこいいやん。いや、まあ、離島なんでね。あー、じゃあやることないし、部活とかやることしかなかったんですけど。サンジュさんは。俺、帰宅部だったんだけど、うん、自分たちでそのサッカー部を使って、うん、作って、うん、公園で5年間やってましたよ。なんで笑う。なんかサークルみたいな感じですね、それってね。関係りしたり、鬼ごっこしたり、アート活動したり、うんうん、アート活動、遊具に色塗って、うん、いろんなアーティスティックな、うん、公園のね。ああ、公園の、うん、捕まりましたけど。でよ、でよね、多分ね、うん、なんで捕まるか分からなかったけど。いたずらでしょうね、あっちからしたらね。うん、超かっこよかったよ、でも。へー、超カラフルなの、何、うん、このバインバインする、うん、みたいな。はいはいはい、分かりますよ。あれさ、うん、超かっこよかったよ。知らんよ。マジで見せたかった。今でも残ってんの？もうない。ラジオだからね。もうない、今は。まあでもね、あの今回帰宅部っていう舞台はね、うん、ただの帰宅するわけじゃなくて、わけじゃないんです。全力で帰宅するっていうね。でもなんかさ、ん、思い返せばなかった、うん、あったあった。帰宅中にミッションみたいなのあったよ、ね、うん、やってた。うんこ避けたりね。いや待って、だってそうでしょ。そんなにうんこ避けながら。落ちてないからね。いやいや、落ちてるから。犬とかでしょ、人間じゃないでしょ。人間もあるさ、たまに。ある、あるよ。見たことないよ。平さんの家の前にいつもあるさ、うん、避けるほどあるか。白くなってるわよ。めっちゃ誰も片付けないさ。ホワイティーブーンって呼んでたけど。もうおかしいでしょ。読んでないしょ。もうホワイティーブーンって最初から本当に出だしからね。すみません、本当に下品な話ですけど。いやいや、それはいいんですよ。いや、もうこんな調子で、うん、じゃあ行きますか。行きますか。はい、そろそろ本編行きましょう。ドタバタリップ始まりました。始まりました、皆さんこんばんは。さよなら。終わらないで。始まりましたね。さよならじゃないよ、今からだよ、はい、はい。この番組は役者タレントをしているひとみんと妄想テントパートどうした。妄想テントターク、妄想テントターークの高見とうるま市の変態仮面サンチェスト、ミキサー今日務めますは、小座の宿命人キャプテンです。よろしくお願いします。お願いします。なんかみんな失格大丈夫か今日みんな。危ういけど。しっかり自分が読むこと忘れてました今ね。テントパークってなんで妄想電波塔でしょ。そうね。言わなくていいよ、言い直すともっと恥ずかしいから。妄想電波塔高見やめて。全然違う方が言い出してくる。字面が恥ずかしいから。テントパーク、はい。番組では、毎月一つのテーマを設け1ヶ月にわたってじっくりトークしていきたいと思います。はい、はい、8月に突入したってことで、ニュー。はい、メッセージテーマは夏の思い出。夏の思い出。好きな人とデートで祭りに行った時、うん、ラジオ体操を一度も休んだことがない。まさかや。夏休みの宿題のやり方、やったことない。夏にぴったりな怖い話、ね、夏の思い出あるあるなどなど、あるあるね、夏の思い出にまつわるメッセージお待ちしています、うん。普通のメッセージもお待ちしてますよ、うん。番組へのコメント感想は、うん、ドタバタ797 @fm ギノワン、間違えた、 gmail.com。 なまってるな。どうした、なまってるな。なんか、はい、小文字でドタバタ797 @gmail.com です。はい、たくさんのメッセージお待ちしています。はい、あ、またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンラジオでもお楽しみいただけます。はい、詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この番組はスポンサー募集をしております。お願いします。
ドタバタリップ。まずじゃあメールとじゃあツイキャス。うん。はい。っていうことでね。なんか大きいな。大きい。なんで何でも反応するな。夏楽しんでるね。今日は大きい方じゃないけど。なんか夏楽しんでるな。これ夏の醍醐味なのこれ。俺初めて見た。白棒ニーヤンって知ってます？あ、初めましてだ。お初かもしれませんね。もうスタンバってるって初めてなの？ありがとう。それも危ない。ありがとう。決めてないねまだそういう。決めてない。そろそろ決めよう。そろそろ決めようか。うん、初めてだろ？これどんな感じがいいの？え、本当に初めてなのってリアクションでやった方がいいの？その何？あ、ジングル作りましたね。ジングル。ジングル作るか。うん、もうこあのボタン一つで流れるやつを作りました。ああ、いいね。いいね。いちいちなんかもう合わせるの大変そうなんで。合わせようよ。合わせる。合わせようよ。考えてないからやめよう。もう合わせようよ。考えたら合わせようぜ。合わせよう。いや、白棒兄やさんよろしくお願いします。白棒兄やさん。多分ヒーフーミーさんのリスナーさんかな。リスニーさんですね。リスニーさん。リスニーランドみたいな。リスニーさん。リスは一応凶暴だからね。気をつけてよ。あ、そうなの。リス襲ってくるよ。あ、そうなの。本当に怖いよ。ええー。可愛い顔して危ないんだよ。襲われたことあるの？あるよ。コロナ途中で襲われたよ。あ。なんかあって花火？また花火？違うわ。だめどんコメント多いなと思って。そうだね。読みましょう。そうだ。今日3人が喋ってることも喋らないと。要は今日ミキサーと要は3人揃ってるのに、うん、今日頼んでる理由も言わないと。オッケー。言う必要はないよ。あ、おすずー。おすずが来てる。おすずちゃん。おすず一緒にほら出てた方の。はいはいはい。双子の。はいはい。うん、あの人形のところが俺好きだったの。でしょ、うん、待って待って、こういう、これだあれですよ、見てない人もいるから、うん、ダメよ、こんな感じで喋ったら。でもいいと思うよ。みんな見てるだろう。俺知らないからモヤモヤするんだけど。まあ見に来ればよかった。ドタアンバタアンリップアン。から生放送でお届けしておりますドタバタリップ、うん、今月のメッセージテーマは夏の思い出です。サンチェさん通り過ぎたね。通り過ぎたよ。戻ってきて帰ってきましたよ。はい、帰ってきた。はい、ツイキャスたくさん来てますよ。たくさん来てますよ。はい、はい、おなじみのシュプリームさん、いらっしゃいませ。マルトミン、マルチャシさん、高峰マルン。隠してね。なんかマルン。俺一応公表してないよ名字。あ、そうなの。うん。あー、言っちゃったね。言っちゃってねえじゃない。もう遅いわ。もういや、字面に残してるからもう遅いけど。もう遅いわ。俺より遅いけど。それは俺より遅い。いいじゃん別に。こんばんは。最近レモンラーメンにハマったエモン…ん？何これ。テラカドジモンですか。あ、じゃごめん。テラカドエモンって。すいませんね、スムーズに読めなくて。ラーメン…なんだ。レモンラーメン。レモンラーメン絶対美味しいでしょ。美味しいですよ。美味しいですよ。あれ、あさとにあるんで、あさとだったかな。川まで行く派ですか。あの、あっちよ、あれ、境町。あ、そう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 。にあるんですけど。境町美味しい。夜の。あるのよ。夜じゃなくても売ってると思うけどさ。そう、あの不定期に休むお店なんですよ。うん、名前何。なんだっけな。一応すいません、そこまでは。どのコメントはまあまあ、行きましょう。さらっといきましょう。スプリムさんはね、沖縄で食べ、向こうにもあるんですかね。多分今ね、全国にあるんじゃない、見たことある。そうなんだ、うん、そして、おすずこんばんは。おすずちゃん、いらっしゃいませ。おすずはね、あの帰宅部で一緒に共演しました。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。素敵な役者さんですよ、ね、女優さんですよ。いや、聞いてくれてありがとうございます。多分舞台の時には見れなかった瞳が今日見れるんじゃない。見れません。ん？なんでしっくりこない。今の全然悪くない。なんでしっくりこない今ので。稽古とかこう見出てこう舞台出てる時以上のラジオでしか見れない瞳が見れるんじゃないかなっていう。逆にお鈴からしたらってことか。そうそう。これ説明いる?3 年になるよもうすぐラジオ。なんで解説してんの横で。分からん、俺は恥ずかしいよ。だからさっきから名前も言われるし。気持ちが次に行ってた。もう住所まで言えば。高見言うな。言えば言うか。久米島。久米島は実家だよ。そしたらあのリスナーさんのそういうメールとかを全部高見の実家に送ってもらって、うん、で一回お母さんにこっちにまた送ってもらう、うん、俺の母は公認なの。公認でいいんじゃないね。お母さんいいですよね。いいか、うん、はい、コバッシーさんもいらしてますね。こんばんは。コバッシーさん、はい、そして白棒ニーヤンさん、はじめましての方がいらしてますね。はじめまして。うん、ありがとう。プチュプチュ。
プチュプチュって何？これ考えましょうね。考えよう。初めましての方用のやつ。プチュプチュはなんだ？わかんない、ね。いやリップだからさ。あ、リップ。あ、チューしてるってことね。そうそうそう。あ、はいはいはい。ですね。ベロベロがいいな。あ、ベロベロにする？ベロベロがいいな。初めてなの？わー、俺だれだれ。やばいだろ。おすすさんでした。こんなですよ、ひとみは。ひとみさん、こんなんです。びっくりでしょうね。別に普段からこんなだよ。え、うん、ベロベロって言うんだ。やばいっすよ、ひとみ。地下駐車場で全裸ですからね。違うから、何言ってんのそれ。おかしいですよ、それあなただよ。俺じゃないわ。俺じゃないわ。二人だけの秘密にしようって言ったよね。おった、行かれてるな。あ、そしてシュートさんいらしてますね。ひとみんさん、たかみんさん、さんちゅうさん、キャプテンさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。はい、キャプテン、今日はミキサーやっていただいてます。はい、よろしくお願いします。助かってます。ありがとうございます。はい、そしてひふみさん、この後のね、番組のそうですね、パーソナリティの方ですね。いや、ありがたいですね。はい、ありがとうございます。超早かったですよ。6時半ぐらいに来てましたからね。本当にね。もうめっちゃ早い、いつも。もういい仕事してました ね、 ね、 さっきね。サンチェスさんの下ネタにも付き合ってくれて。あれ下ネタなのか。アウトよ、本当に。後で動画載せますけどね、うんうん、ダメだよ、動画見てみてください、ね。今日の台本、私はサンチェスさんにね、うん、すごい渡され方をしたっていう、ね、第三の手でね。すごかったよね。器用にね、器用に自由自在に動くからね。いや、本当に惹かれないからすごいよな。違うかな。受け入れる瞳もすごいけど、ね、ちょっと痛いんだよね。ちょっと痛い。あ、先生堂々と、うん、痛いとか言わないで。痛かったでしょ、絶対。ちょっとだけ痛い。やっぱそうだよね。やっぱ挟むからね。絶対痛いよ、あれ。アホだよね、本当に。動画見てみてくださいね、まあ、はい、はい。そして、シグナスさん。いらっしゃいませ。幸せ、こんばんは。ギャラリーからありがとうございます。ありがとうございます。僕は元気です。高見さん、高見さん、30さん、こんばんはということです。僕は元気です。はい、進撃のめいちゃんさん。あれ高見さん、ミキサー挑戦やめたの？あのね、うん、これ4週間ぶりぐらいですよね。3人が集まる。そうなんですよね。なので、ちょっとじっくり喋ろうかなと思います。ちょっとね、ドタバタしてもあれかなと思って、今日お願いしたんですよ。ちょっとキャプテンに頼ってます。頼ってます。いつでも頼ってください。ありがとうございます。頼りがいある。ありがとう。お金貸してください。お願いします。それは違うと思う。違う、バッテリーがなんかダメになってから、うん、あ、そういえば言ってたね。そう、全然昨日エンジンかからなくて、うん、でも職場の同僚みんな帰り上がるわけ、はい、でも魂のパッシングして帰らないでくれってパパパパってじゃあみんな来てくれて、そうしたら全然エンジンかからなくて、うん、で一旦バッテリー変えたら動き始めて、うん、でまた自分の死んだバッテリーを入れたら、うん、今動いてる状態なんだけど。あ、そうなんだ。そう、だからバッテリー持ってる人いないですかね、新品の。バッテリー高いよね、ちょっと。でも5000円ぐらいだよ。いや、安いので。あ、そうなの。うん、5000円ぐらいだった。ジムティーとか。じゃあいいじゃないですか、それ変えたらいいんじゃないですか。高いやん、一応。え、いや、今5000円ぐらいしたから変えられるのかな。フィギュアとか3万ぐらい買うでしょ。そうなんだけど、やっぱりバッテリー買うならフィギュア欲しいなってなるさ。あ、電気を発するフィギュアがあれば一番いいんですけど。徒歩で来い。さよなら。徒歩で来いって死に遠いからね、石川ね。いや、車使えるでしょ。誰か新品のバッテリーいらないよって人がいたら FM 機能案にお持ちください。ぜひぜひよろしくお願いします。コメント拾いだけで終わるな。帰ってきて早く。あ、新座とあっちーさんもいらしてますね。こんばんは。こんばんは、元気ですか。夏の思い出が特にない。悲しいね。悲しいな。、うん、これからありますから。これからあるよ。まだまだ夏だ。仕事でね、一生懸命頑張ってますから、うん、仕事の中にもなんかときめきとか多分出てくると思うんで。あるかな、絶対あるって。現場ならではのなんかそういうのないかな。現場ならでは。ならでは、ね、なさそう。職場で。なさそうだな。夏の思い出か、ね。職場か。女性がいないからな。女性なかなかいないもんね。うん、でもさ、ちょっと言い方失礼かもしれないけど、はい、全員環境男で、うん、まあ、そんなタイプでもない女性が一人だけ働いてたとするさ、うん、なぜかその人のことがなんか可愛く見えてくるの分かる。うん、はい、ああ、なるほど、ね。分かる、うん？まあ、そうなんですね。これは何現象っていうのかな。なんですかね。ね。多分そういう。なんだろう、極限状態に行ったら多分俺はいけるはず。だから単純に欲求…欲求とかじゃないんだよ。本能？本能なのかな。そういうことでしょ。三大欲の一つが…比べる人がいないからさ、うん、多分もうこの人しかいないから、その人の良さが前面に見えるんじゃないの。なのかな。単純に遺伝的に組み込まれてんじゃないんですか。だからそういうの、女ってだけで。そうそう、だから男、みんな男で、うん、女で、うん、っていう、そういうなんかフェロモンか、なんかあるのかな。なんかあるのかな。ホルモンのあれでありそうだけどね。怖いよね、これね。確かに。でもあったな、私も高校の時、うん、私たちのクラス、女子クラスだったわけ。最高だな。工業だったから、うん、7工業で、服飾デザインか、うん、だったんだけど、後のクラスはもうみんな男子ばっかり、うんうん、いたらもう、ね、唯一の女子クラスじゃん。はいはい。もうそこにいるだけで、みんながなんかアイドルみたいな、はいはい、扱われ方するわけ。へー。そう。あ、そうなるか。なったなった。じゃあもう花の3年間だったんだね。
あ、1年生だ、どうなのかな、1年生だけだったの、1年生だけ、うん、やめたの、いやいやいや、3年いたけど、うん、まあまあ最初の1年はお互い知らないから知らないからさ、そうそうそう、みんなキラキラキラして、うん、そういうことね、弁当食べてても、はいはい、窓からね、みんな男子がへがりついて、誰がいい、あれがいいとかやるわけ、はいはい、なるほどね、そう、でもね、1年も2年も3年もいたらみんな友達になるさ、うん、なるね、うん、あ、なるほどね、そう、普通にラフに接しするんだけど、でもその中でもやっぱりカップル率が高かった。やっぱり、ね、その中でクラスで？クラスじゃない、あ、付き合ってる人が多かった。もう取り合いでしょうもん。そう、取り合いだったはず ね、多分。あ、そっか。そう。はい、サオロ兄さん、お前たち誰だ？俺だ。なんか選手も言ってたよね。あ、サオロ兄さん、今週は忘れずに聞きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、先週の放送は俺たちの中でなかったことになってるんで。うん、今日第1回。今日が第1回です。どうしたの？なんかテンション低い。選手はなんか多分東京にちょっと魂を置いてきたから、うん、マブイを。やっとゆうパック届いたから。楽しすぎた。高見がやめようって。高見がやめよう。どうした？堀。下げない方がいい。はい、うん。あ、OK です。堀って言ったっけ？堀。堀。堀。はい、待ってよ、いっぱい来てたけどな、あー、あ、え？違うな、あったあった、ひふみさん、夏の思い出、首里文化祭だな、あるんだ、あ、じゃあ花火が上がるってことですね、なんか先々週ぐらいから首里文化祭って言ってる、ね、花火ないよ、今日、今日ないっすね、もう終わったのかな、あ、マジっすか、ほんと？すごいね、毎週上がるの、花火と思ったらガーやし、知らんよ、ちょっとピューってなんか今来たから、どんな目してるの、ガーなんだね、言わなくていいよラジオ、どんな目してるのって、目が悪いからメガネかけてるんでしょ、メガネかけたら普通見えるでしょメガネがもうダメなんですこれは、ちょっと、あ、なんかさ帰宅部でさ、うん、その二人で撮ったさ、ひとみで写真、はいはいはい、そしたら高見があの写真大丈夫なんですかみたいな、さっき言ってきて、なんでなんかマスクちゃんと顔にフィットしてないですよねとか言い出して、しゃくれ、いや、しゃくれてるっていうか、このそこひどくない、なんかひどくないですね、顔長いみたいな言い方してないですよ、じゃなくて、うん、だからこれなんかもうおかしいですよね、なんかおかしいって言われてみたら、本当だ、なんかマスクだから、こんなマスク売ってんのっていう、売ってるよ、確かに売ってんだよ、すごいですよね、だからなんか、うん、サンジさん、この写真載せられてるの大丈夫って言ったんですよ、だから、ね、どういう意味、俺の顔にそのマスクがフィットしてないってことなの、いやだから、入りきってね、なんか普通の人がつけたマスクの感じと違いますよね、じゃあこれは口開けてるからマスクの中で、あ、そっかそっか、全力でね、そう、あの一緒の顔してるんでしょ、この T シャツと、そうそう、このパンクのあいつと同じ顔をしてるつもりでやってるから、しかもその時おっぱい店に行かないといけなかったから急いでたわけ、そうそう、急いでたのよ、だからわーってもみくちゃになって写真カシャ撮ってバイバイみたいな感じだったから、 あんな感じになってんだよ、あ、じゃあしゃくれてたっていう、バカ野郎が口の中で全力であーって、そう、あーってやってるから、だからマスクなんでマスクしたビヨーンって伸びてたんだって、マスク大事だよね、予防一応舞台に行くときに基本的に俺必ずやるんですよ、マスクは、うん、いいと思う、大事だと思う、一応みんな密集するからね、そうだね、誰がどんなウイルス持ってるかわからないですから、うん、こんな言い方あるだけど、サンシューさん敏感だもん、敏感だよ、超そう、いや結構病気なってるけどね、勝手に毎日なってるけど、やばいやばい、もうコメント、ね、シュプリムさん、はい、ドッタアーン、バッタアーン、リップアーンを生で聞きたいな生で言っちゃうな、 あの時の流れがありますからね、あれ何なんだろうね、ドッタアン、バッタアン、あれ多分使われると思わなかったでしょ、あれ思わなかった、あれ使おうと思ったんですよ、ノリで作ったもんね、なんかなんとなくみんなで喋ってるのを、そうそうそう、その中から撮ろうってなって、そうだよね、まさか、でなんとなくってどういうこと俺言ってんだろうね、あれなんでこんなこと言ったんだろう、ね、だからどんなのするって言って一つのアイデアでこれを言ったんですよ、試しに、試しに行ったのかな、うん、そうそう、何パターンか言うの撮ろうってドタバタ、ちょっと恥ずかしいんだよ俺だって、そっから拾ってくれたんだよね、恥ずかしいんだよ、あれはね、ひとみさんの笑い込みなんですよ、あの込みのやつでしょ、あ、ほんと？笑い声がないとダメなんです、うん、俺はあれ込みでジングル作らないと、あ、よかったよかったよかったね、じゃあ、ね、あれで終わらせたらなんかもう本当にただのやらしい人だからただのやらしい人って違う、もう嫌なんだよこのプロフィール俺言うの、うるましの変態仮面ってわかる、この気持ち、いや慣れてきたけどさ、改めて聞いたらおかしいよね、おかしいでしょ、初めて聞いた人がなんだこいつって変態仮面で行ったんでしょ、舞台見に行くかや、あのマスク玉ちゃんはみ出やしとしておかしいよアハじゃねえ、何の話今日、夏の思い出だけど本当だよ、やるツイキャス拾うのでいっぱい、あ、ま、待ってよ、おすずからいっぱい来てる、ね、あ、待ってよ、ひふみさんもこの番組おもろですよ、ありがとうございま す、大丈夫なのかな、こんな感じで、一応あの読んでない人もちょっと読みましょう、ちょっとおすずがひとみさん、人形最初はめっちゃダメって言われてたんです、そうそうそうなんですよ、あの帰宅部で、ね、舞台で使ってた、双子が使ってた、うん、あの人形、うん、あれ本当はなしだったんです、手に持ってるんだよね人形をね、そう、
分身なのかなあれ、うん、それ人形がなんか本人の言葉を代弁して喋ったりとかするような描写があって、俺はそれがすごい良かったわけ。そうなんだ。でも本当はあの演出のね、作演出のゴーシさんが、うん、すっごい悩んで、すっごい悩んで、それをあのこの双子が2人ね、うん、稽古終わった後にめちゃくちゃ熱弁して、うん、これの必要性を語る、そうであった方がいいよ、言ってるんですよ。写真も後で載せるけど、うんうん、この写真が微笑ましくて、でもうまあ郷士さんもね、うん、優しいんですよ。うーんとか言いながらも手にはめてるんですよ、この人形。もうダメやしも。はめて、うーん、なんとかかんとかって言って、これをこれ越しに喋ってるから、はいはい、あ、もうこれ OK だなみたいな。帰宅部再演とかないの？再演したい。ちょっとこれやってほしいなと思って。ですよね。うん、多分俺の、わかる？俺の友達ってみんな俺みたいな感じでさ、うん、みんな好きだわよ絶対。あ、だと思う。なんかもう中二病の塊みたいな感じの舞台だから。要はあの帰宅部って普通帰るだけじゃん、うん、じゃなくてその帰ることに魂をかけてる青年たちの話だわけ。本当にいかに最短距離でお家に帰るかって言って、そうそう、帰宅インターハイとかあるわけ。そうなんです。でもこのなんかしょうもなさが俺はすごいヒットして、はい、帰宅インターハイはみんなに、家はでも各々場所違うでしょ。バスの乗り方とか徹底的に調べて帰るわけ。ライバル校とかもいるわけさ。なるほど。めっちゃ面白いよ。そうなの。ぜひこれやったらみんな見に行ってください。本当に見てほしい。再演しても絶対見に来る人多いと思う、うん、だってアニメ化してほしいぐらい。あ、本当？本当にアニメ化してほしいぐらい。アニメ化してくれるんだったら誰か書いてほしいですけどね。誰かね。サンチェさん俺書けるでしょ。俺ひよえねえしか書けない。なんでだよ。ダメだダメだ。みんな服着てないよ。なんでいいね。でも本当にあの打ち上げでもさ、うん、あの続編の話とかちょこちょこ出たりしたんですよ。だからこうやって続編が考えることができる作品だから、うん、今後また同じメンバーじゃなくても、うんうん、また新しいキャラとか増やして、うん、なんかね絶対やった方がいいと思う、うん、そうね。どんどん続編続編やってったら来てくれるんだろうな。じゃあちょこちょこネタバラシしたらダメよ。いいじゃん別に。いいの？でもネタバラシしても面白いと見ても、ハードルを超えちゃうってこと。すごい。めっちゃ面白いよ。なんかさ、ライバル高校が、うん、言うな、疾風高校っていう高校の言っちゃっていいの？早見ってやつがいて、うん、あいつのセリフで超好きなやつがあるわけ。言っていいの？はいはいはい。俺様の帰り道に立ってんじゃねえよ。超かっこいいみたいな。いいでしょ。そうそうそう。デージかっこいいと思ってから。同じ方向で帰るでしょ。これかっこいいなと思って、かっこいいでしょ、うん、なんかさ、セリフがちょこちょこさ、あの耳に残るというか、うん、残る、があ多いんですよ、うん、私もいくつかあって、うん、これ稽古中に出されたセリフがあるんだけど、なになに、これは最後ら辺に出てきたセリフかな、うん、あのね、お前にはお帰りって言ってくれる仲間がいるのかよっていうセリフがこのセリフ聞いたときに、うわぁ、ゴーシさんこのセリフだよと思って。これいいね。そう、もうこのセリフ聞いたときに、私はもう、言ったらこの舞台の一つの、まあ、ゴール地点じゃないけど、うん、テーマだなって思った。なるほど、うん、そう。まあそうですよね、普通にただこう変えるっていうわけじゃないですもんね。何かやっぱドラマっていうかね、本当にこうエンディングに向かうためにはってことですもんね。行ってきますで始まり、ただいまで終わるっていう、うん、いろんないいセリフ俺ずっと書いてたわけ。すごいね。めっちゃ書いてた。いっぱい書いてる。超書いたよ。超好きになった。いや嬉しい。早見が好きだ俺は。あー言ってたね。あの眉毛が濃ゆくて、はい、髪もビシッて決めてて、うん、もう本当に典型的なもう漫画に出てくるライバルみたいな。あーもう超いい。エリートなね。そうそうそう、帰宅部にエリートってあんだ。あるある。プロの帰宅人とかもいるから。そう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 、みんな憧れてるんですよ。帰宅人、うん、帰宅人、帰宅人、プロ帰宅人ね。プロ帰宅人、プロ帰宅人になりたがってる帰宅キッズもいっぱいいるわけ。そうなの。みんな憧れてるわけ。そうそうそう。めっちゃ楽しいもんこれ。もうなんかね、あの本当に普通に見てたらよくあるあの青春ドラマですよ、うん、本当に。あの部活のさ、野球とかサッカーとか、うん、そういう、ね、なんだけど、もう本当にあのラストに行くにつれてめっちゃ感動するシーンが多くて、うん、泣けるシーンもあるんですよ。なんだけどその中に途中でいきなり中の、なんていうのかな、僕帰宅がしたいですとか、うん、スラムダンクみたいな、カエルがコールとか入ってくるから、バスケがしたいですみたいな。普通に帰ればいいけどね。そこで笑いがどっと起きるの。カエルなとかで俺家に帰れないんだみたいな。そうそう、普通だったら帰れとか言うか、帰れとか、帰れコールなのに帰るな、もうお前は帰るな。ほらお前らも帰宅をバカにされて悔しいだろ、帰るなとか言うわけ。これがさ、最高だよね。お
客さんも多分普通に見てたけど、うん、あ、そういえばそうだった、これ帰宅部の話だったってなるんだなと思って。なんか帰宅部でここまで作り上げるのが俺すごいいいなと思って。だからね、なんか昔やってたさ、うん、子供の頃とかに、うん、ジグザグで帰って、うん、最短距離を編み出していくみたいな、うんうんうん、それの延長線上だと思うわけ。そうだよね、うんこ避けて帰るようなことだわけ俺からしたら。横断歩道の白だけ踏むとかね。そうそう、それの極限の集まりだわけ。そうですよね。そう、本当に全部が大好物。あ、もう全力でふざけるアホな、うん、本当に芝居大好きだこれ。やってる方も楽しそうですね。超楽しかった、うん、楽しそうだった本当に。なんか終わりたくないって思った舞台は本当に私、あの楽しい舞台は今までいっぱいあるけど、初めてだったかな。みんなに会いたい。大きな帰宅ね。なんで言った今。高見、次やるとき見に来てよ。これ皆さんもぜひ来てください。ぜひ見に来てほしい。もっと大きいところでやってほしいな。あ、そうだね、うん、そうね。もっといろんな人に、もっと人入るじゃないですか。だから次再演したら、ドタバタとできるんじゃないかなと。場所がなかったら運動公園とかでやれば。そこで本当にやるの。実演、照明どうすんの。意味が分からん。照明とかどうにかできるんじゃない。キャプテンがね、いっぱい持ってるから照明。あ、ひふみさん、帰宅部の脚本誰だったのっていう、脚本誰、ね、劇団五の四の高安豪志さんっていう方なんです。豪志さん。そうなんですよ。この帰宅部っていうのはもともと劇団五の四で短編集としての一つとしてやってたものらしくて、うん、それをもう広げに広げて、超広げたね、長編にした作品らしくて、うん、よかったね。デッドヒートがよかったね。帰宅のライバルコートのデッドヒート、うん、もうマラソンしてるかのごとくお互いが走ってるんだけど、帰宅してんだよこれ。ただめっちゃデッドヒートしてんだけど、お互いただ帰宅してるだけって。お互いは、お互い何、家近いの。方向が同じで。あ、方向一緒。頑張ってるわけお互い。もうなんかフィギュアスケートみたいになってるわけ、うん、スイースイースイーっても超速いわけ。お互いのデッドヒートが俺はもう感動してる。帰宅してる、ただ帰宅してんの。帰宅してんだけど、もうみんな自主練したりとか。毎日やるのそれ。毎日毎日。マジかよ。お家と学校の往復とかで。そう、自主練。お家でタイム測ってね。うん、そう。めっちゃいいよこれ。え、風で休んだ日はどうなるの学校。そんなの基本休まないんじゃない基本。あ、そっか。休んだ時は不戦勝、ね、不戦勝じゃない。うん、そういうのは詰めてない。詰めてない。あ、そこまで。そこは詰めてない。そうよね、そういうのもありそうね、うん、休んだ時。あいつの分までみたいな。あいつの分までじゃあ2往復するのかな。2往復。2往復すんだよ。家帰る、それとも家の家も。まあそこもプロとして、ね、あの体調管理をしっかりっていうことで、うん、帰宅部リレーはあったの。リレーはない。リレーみたいな感じだったよね一応。そうです ね、なんかね、駅伝みたいなこと。そうそうそう、駅伝みたいな、たすきみたいなの。あ、家の鍵をね、あのバトンの鍵をそう渡すわけ。渡すの。そうなんだ。何鍵渡すので、バスで帰る人もいるから、その中には。あ、うん、インチキだね。もう最初ね、出だしめっちゃ走ってるんだけど、あのバスの中だから。そうそう、バスの中で走ってる。いくら走ってもタイムは変わりませんみたいな。タイムは変わらんけど、もう気持ちがもう高ぶってバスの中で走ってるわけ。そうそうそう。部活中とか練習してるときに寄り道絶対ゴハットだわけ。そうですね。もう寄り道したらみんな嘘だろみたいな。まあそうよね。もう寄り道したのかみたいな。もうあのノリがいいね。ですね、本当に寄り道しただけでみんな泣くっていう。みんな泣く。どういうことですか。何、それは何、もうフラフラになって途中経験してるみたいな感じ。そうそうそう。みんな裏切ったのって。ああ、めったなこと言うもんじゃないよみたいな。寄り道なんて。そこなんでか受けたんだよね。寄り道したら絶対ダメみたいな。この話は帰宅部やる前にするべきでしたね。まあね。いや、ダメダメ。あ、だってネタバレになるよし。終わったからこそだよ。あ、そっかそっか。終わったからこそがこの盛り上がりの話で。だからって今言ったとしてもね、そうそう、内容は分からんでしょ。そう、また見たくなる。なるんだよまた。満足しました。あ、やだ。おい、ちゃんと見なさいよ。分からんでしょ。大満足です今の。またひとみんの制服がいいんだよね。制服、いや頑張りましたよ。意外にまあギリギリいけるなと思ってた。ギリギリじゃない。ギリギリ。ギリギリっていうかまあ。笑いすぎだぞ。まあいけるよ。まあひとみんすごいなと思った。制服全然いけるなと思った。全然いけるでしょ。ギリギリっつったよね今。普通にガチャッと開けていても俺チェンジはしないと思う。チェンジとは言わない。たとえ買ったよ。チェンジとは言わないやつ。そういうギリギリなの。でも一応基本的に俺チェンジしない人だから、これは分かってほしい。違う違う。そういう。何の保険今。じゃ補足情報としてね、俺チェンジは言わないから。いらないわ。違う違う。魂があるから、ね、あの舞台の話だから。あ、舞台の話、ね。俺変えないって話知らんか。まあ、俺はチェンジは基本的にしないから。どんな女性でも受け入れるから。ね、十何年前を一生懸命思い出して演じましたけど。うん、でもよかった。あれどこの制服なの？あれは、あ、リボンは100均だよ。ダイソー。ダイソーなんだ。あるんだよ。あれは？周りは？スカートは実際に通ってた高校。借りて。どこの高校の？わかんない。知らないよ。チェンジ。これ絶対この MC チェンジ。絶対言っちゃダメだよねこれね。でもさ、セーラー服って美しいよね。そういう制服とかって。あ、制服、そうだよね。制服って俺美しいものだと思ってるわけ。うん。
たった人生長いうち3年間しか、ゴールデンエイジだよ、たった3年しか着れない服って、うん、すごいなんか崇高じゃない？わかるわかる。俺も着たかったよセーラー服。え俺もね、着れるもんなら。いやもういいや。で、学ランとかさ、真っ黒さもなんかもうのぺーってしてるさ。まあまあでもセーラー服なんてすごいかっこ、襟も立ってたらこんな長いでしょ、うん、スポーンみたいになるさ、うん、バサって、うん、やってる人いないよ。もしコウモリとか襲ってきてもこの襟で隠せるってことでしょ、うん、襟以外で使…いや、退治したら襟以外、襟以外で退治したらスカートも超長くしたら下何も入らないでしょ。あ、でもサンチェさん似合いそうだね。多分俺似合うと思う。しかもあるよスカート長いやつ。じゃあ結構俺着こなせると思う、うん、スカートとか普通にあんたの話いいよこの1時間の話。セーラー服俺着れると思う。あんたの話広げたくないのよ。なんでよ曲いこう。なんでよ曲いこう。そうですね、曲なら夏の思い出から何ですか。夏の思い出、まあ、おっぱいの歌だった。私の中では帰宅部という舞台は本当に青春夏の思い出でした、うん、はい。で、ということで、今日紹介するの、あ、花火上がってる。うるさいな。花火上がった。本当だ。皆さん花火上がってますよ、はい、曲いこう曲もう、はい、曲花火上がったところで、はい、ね、おっぱいの歌今日紹介する曲は、帰宅部でも使用しました、うん、ワニマのシグナル、どうぞ。あ、なんか流れてたね。この曲聴くだけでない。いいね、毎週花火見ながらこんな卑猥な話ができて俺は幸せだ。おかしいだろ。花びらトークでしょ。あ、そうそう、花びらトーク忘れてた。ラジオで花火始まったよ、ダメよ。花火始まった、すごい。あ、終わった。めっちゃわちゃわちゃしてるね。てかもうコメントもなんか急に止まったからね。もう俺らがちょっともう勝手に盛り上がりすぎて。どこから読んでない。子供がセーラー服着てもいいことないっすよ。そうなの。一応メールも読みましょう、マジで。メールもあるんだよ。来たことある。来たことある。あの忘年会で着させられたりも。忘年会ね。おすず、ひとみーさんの新たな顔楽しみです。たかみーさん、サンチェスさん、よろしくお願いします。お願いします。おすずさん、お願いいたします。くれないにけがりも見て、うん、見た。その時のあの、はい、わかるよ。ホテルって感じ。ホテルってやばいでしょ。ホテルその時のホテル。千秋楽でホテルちゃんって言っちゃったの、うん、はやばいでしょ。マジで。あ、わかる。これホテルちゃん、ホテルちゃんって言っちゃってさ、噛んで。なんかいいね、すべて受け入れてくれそうで。これシュプリームさん、これわかりません。夏の思い出といえば、虫取りに行った神社の裏に捨てられたエロ本。あの夏大人になりました。あ、わかりません。これなんか捨てられたエロ本。あ、いっぱいあった、いっぱいあった。神社っていうか、お墓なんで沖縄は。でも沖縄だったら海の海とか、なんかわかります。川沿いとかなんか打ち上げられてますよね。打ち上げられてるの。なんかわからないけど、そこら辺の橋の下とか捨てられてる。俺は外人住宅によくエロ本がたくさんあったわけ。あーはーはー。カピカピなやつ、ね、ちょっと今いろいろ考えてたわけ。どこまで行っていいのかなと思って。あ、でも私待ったよ、学校下校途中、うん、あのよく通るかあの公園のさ、川沿いにいつも缶コーヒーとエロ本が置いてあった。あ、この話聞いた前よ、ね、お供えじゃない、お供えじゃないみたいにさ、なんかすごい綺麗だったよ、景色的に。どういうこと。川がキラキラキラーとして、いい天気なのよ、うん、その中にこの段々のあるさ、川沿いって階段みたいなのでさ、そこに缶コーヒーとエロ本が毎回違うやつだ。絶対お供えもんやし。塩粉でしょ。絶対そうでしょ。コーヒーな飲みながらやった後にコーヒー飲みながら川沿いで。え、でも綺麗だったよそのエロ本、うん、でしょ。だからお供えもんだわ。誰に。誰に。神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 にエロ本。川の神。まあまあだな。まあまあ。本当にあれかもしれない。安易だね。川の風景を見ながら、うん、コーヒーを飲んで、そういう行為をする人かもしれない。目の前でもあるよ。俺が言ったわそれ。学校だよ、高校の運動場で。だからさ。捕まる。丸見えだよ。でも校庭のこの動いてる女性と見ながら、目の前のエロ本で缶コーヒーを飲んで、そういう行為に及ぶっていう現場に瞳は行って、綺麗だなって言ってたんだよ。綺麗だなとは思ってない。言ったさ、さっき。ちょっと景色がそれの。送りバントさんとかも始めたのかな。あ、嘘。送りバント、なんか 見たけど。送りバント、結構コメント来てるよ。進撃の誠さん一緒かな。違う、進撃の誠さん。あれでも違うな。進撃のめいちゃんさんとは違うの。いや、違うよ。そう、めいちゃんさんメール来てますね。来てますよ。はい。ああ、メールアドレスに。あ、こっち宛てに。はい。あ、そうなんですか。夏の思い出の話がしたいんだ、僕は。なんかもうすぐ終わりますよ、曲。クリックが120秒です。拾ってもらってもいいですか。じゃあ、はい。ほら、ヒーって始めた。コメント読んで、俺の位から見えない。ヒーさん、もしかしてフェイスブックで繋がってませんかね。かもしれない。この番組には初めましてです。見たことある。ヒーさん、
お届けしたのはワニマのシグナルでした。持ち直したね。いやめっちゃいいな、もうこの曲聴くだけで本当に泣ける。なんて歌だったっけ。ワニマのシグナル、さっき言ったよ。言ったか。どんなサビやったっけ。ララ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 ラ。はい、ツイッター来てます。はい、はい、進撃のまことさん、まこさんこんばんはーって、初めてなのかな、違いますね。めいちゃんさんじゃないの、違うの。めいちゃんさんが進化してまことさんになったこと。さっきでもめいちゃんさんって言ったもんね。うん、言ったから多分違うのかな、お友達ですかね、うん、でも進撃のって言葉人類共通だからね。あーってなんだ今の間は。ひーさん、この番組にひーさんひーさんひーさんひー、この番組には初めましてです、大阪のひーと申します。どこれどういうテンションでヒーって言っていいのかな。ヒーさん、普通にヒーでいいんじゃないの。よろしくお願いいたします。びっくりマーク2個とかあったらさっきぐらいのあれか。ヒーさんヒーさん呼ぶとき大変だ、毎回大変だね、うん、喉やられそうだな。サーロン兄さん、僕のバッテリーはビンビンです。マジっすか、しごいっていいっすか。なんですいませんね。めっちゃ笑ってめっちゃ笑ってる、大丈夫ひとみ、どうした、ブラホックでも撮れた。めっちゃ笑ってるさ、笑うでしょ。ヒーさん、あ、ヒーさん。あ、おすずからこの曲帰りたくなりますよね。本当によ、もう戻りたい。あ、でも帰りたくなくなる。やろうじゃあもう一回。やろうよみんなで。帰宅部やろうよ。やろうよ。あなた出演者じゃない。やろう。もうやりたいな、また。やりたさそうね。うん、面白い、あれやりたい本当に。でしょ。うん。あ、なんか早見やりたいって言ってた、ね、早見やりたいね。サンチェさん出てそうだけど超面白そう、うん、いいね、こういうなんかファミリーができるのがね、いい仲間たちができるのがいいよね、うん、俺たちに今あるのかな、こういうなんか仲間とかって。あ、ここにいる俺ら3人、ドタバタリップ大根、わお。なんだ今の演技。さよならさよなら。え、ひろき、山、yeah. いや、いや、え、よ、びっくりした今、よなみねさん。びっくりした、わひろきっていうか俺お母さんにしか言われないから。ああドキッとするわよ。あ、そっか、ごめん、そうそうそう、俺はサンチェスだよ。こっちにもいた、ヒロキが。言うなって、それ失礼します。もう浸透してるからね、俺恥ずかしいんですけど、ヒロキって。はい、ヨナミネヒロキさんから、はい、これなんて読むの。草原寺。あ、草原寺か、うん、草原寺石門、石門、草原寺石門にエロ本落ちてました。それ漫画タイプなのかな、何の方、フローレンスみたいな感じなのかな。さっきやってたからね、ペンギンクラブみたいな感じ。あ、初心者さんと初めて。あ、初心者さん初めてかな、初めてかな、初めてなの。ありがとう。チュッ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 。ベロベロじゃないんだ。ベロベロじゃない、ベロ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 。初めてなの、ベロ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 。決めようね、おすずさん、これが本性です。これが本性ですよ。はい、高校で回ってくるエロ本は貼り付いてるページがありました。あったねー。そうなんだ、男あるある、男あるあるだね。嘘、あったよ、ありますよ。ベリ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 って剥がしていく。剥がすんかい、剥がしてみてた。いやー、剥がしてみるよ、夏の思い出ですね。終わりますか、その話は。まとめたな、今。怖い、今。メール来てるんじゃない、メール。メール来てるよ。ちょっと声を張り上げましたね、めっちゃメール来てるじゃん。はい。声を張り上げました、ね、声割れてるかもしれないです、大丈夫ですか。大丈夫です、すいません。どこが割れてんの。はい、おすずさん、サンチェスさん、あつし先輩役が似合いそうですね。あつし先輩、あつし役、あれさ、おっぱいが好きな人。おっぱいが好きな人、うん、おっぱい、どんな役。え、覚えてない、おっぱい、おっぱい、おっぱい、あったね、イケメンのあれ、はいはいはい、うん、あれなんか前もあの人あんな感じのなんかあったよね。こういう股関係のなんかね。ちょっとなんかこれ言っていいのかな、言いたい、なんかあの、なんだろう、前かがみになる系の演技が、そうそうなんだよ、ちょっと変態な役が多い。そうそうそう。こんなの大好きなんだよな、俺。俺リアルにできますけど、大丈夫ですか。うん、いやでもリアルに前かがみになりますけど、大丈夫ですか。あの、リアルそうだからちょっと怖いな。そこはちゃんと演技として、はい、ちゃんと気持ちをその海面体に集中させることができるんで、よろしくお願いします。素でね、演技じゃなくてね、素でね、はい、うん、すごくない、でも集中したら、あ、なんでもない、うん、すごいけど目できましたね、うん、そうね。ドタバタネーム、進撃のめいちゃんさん、はい、ありがとうございます。ひとみ&サンチェス&高見さん、こんばんは、生放送お疲れ様です。はい、これは先週のかな、ね、お仕事しながら聞いてるなう、めいちゃんでございます。はい、今日はツッコミの高見さんはいるんですよね。いましたね。いますね。はい、では夏の思い出、やはりリスナーさん十数人以上ではしご酒をしたことかな。あ、何それ面白そう。絶対面白いやつやん、うん、これ。毎月1回行うんですが、うん、まあ、完全に放送では言えない話ばかりのオンパレード。あー、でしょうね。たまんないね、これ。サンチェスさん大好きだね、こんなの。でもなんか俺、言っちゃうとみんな引いちゃうんだけど、なんでなのかな。俺は引かないですよ。あ、嘘。うん。
大丈夫？大丈夫かなって思うけど聞かない。なんかたまにわかる、ラジオ終わってここで喋った時の、うん、このみんなの苦笑いが頭にね。俺は大好きなんだけど、うん、こう放送コードダメなんだよね。ダメなんですよ。そうギリギリダメなのが多いから、うん、でもなんか3人で、はしご酒やってみたいですね、うん、ちょっと久しぶりに。あ、ちょっとやってみたい。そうだね、もうなんか飲んでないっていうかね、うん、もう1年以上やってないんじゃない。やってない ね、まあ、ご飯食べに行くことはね、たまにご飯に行くことあるんだけど、ちょっとね、お酒交えてっていうね、まあ、続きいきますよ、うん、はい。あれは完全に夏の思い出だな、画像添付させていただきますね。一度はドタバタリップの3人とも飲み交わしたいな、では楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。いいね、みんな和気あいあいとして楽しそうで、うん、なんかやりたいね、みんなで飲んで。そうだね。てか本当にさ、前回ちょっと企画し損ねたけど、うん、リスナーさんも交えてのさ、まあそうね、イベントっていうなんかありましたよね、うん、そういう話がね。まあね、前の番組前の番組だけど、そうね、やったんでね、うん、まあ今後も企画していきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。コンパニオンとかもね、募集してますので、うん、いいからそれは。人もいるから大丈夫それはやってくれるからやらないよやってくれるんだ普通に飲むからやめてやめて変換がおかしいから。お願いします。はい、次じゃあ俺読みましょうか、はい、お願いします。ラジオネームビンゴさん、ありがとうまーす。あ、違うよポッポいいんじゃない、それ思ったけど、もういいんじゃない、ありがとうまーすって、ね、使おうぜ。もいいの、前の番組のだけど、関係ない関係ない、ありがとうまーす、ポッポーだよ。行く、だってこれ思ったのが、うん、俺らが考えたんですよ。そうだよね、別に。そうだよ、著作権俺らにあるんですよ。そうだね。あ、じゃあ、ありが…もっと言ったらサンジャさんになりますよ、これ。そうだな、そうだね、みっちゃんだからね、元は。みっちゃんって人が作ったからね。初めましてなの、わお。なんでそんななまるの初めましてなの、初めましてなの、日本語覚えたの初めてなの、初めてなのアンゲーツベサバったからね。誰を祝ってるの誰を祝ってるの今の分からんけど。まあじゃあ、なまりバージョンでいきますか、初めましての方は。ね、やっていいんじゃない、もうじゃあもうありがとうマスポッポーでいきましょうよ。やりましょうね、もう帰るのもあれだね、別に帰る必要ないさ。そうだね、今までなんかありがとうとか言ってたけど言ってたけど、トーマスでいいじゃん別に。そうだよ、そうだよね、解決した、苦しかった、なんもないやんなんか落ちたね、肩の荷がね。苦しんでるのは俺ら3人だけこっちあのリスナーポカンだからなんか引っかかりがあったよね、今までね。そうそうそう、もうほら巻いて巻いて巻いて、サウロニーさんありがとうございます。マイク巻こばこ、巻きましょう巻きましょう、はい、ほんと40分よもう早っ。ラジオネームビンゴさん、ありがとうございます。ポポー、僕の夏の思い出は気持ちいいな、このポッポーな、気持ちいいな、ポッポーだよ。僕の夏の思い出は、あ、今日何の日か知っています？何ですか？本番組の、出演者のタカさんの誕生日でもあるのですが、うん、あ、2日そうなんですか？あ、俺か、ですか、あ、俺のことか、あ、タカミねあ、ごめんなさい、うん、あ、タカミ誕生日だったんだよね。あ、そうだよ、今日ケーキ持ってきたからね。36歳おめでとう、うん、読めないよ読んでこの後読めない、じゃあこの後読んでみ、あのメール読めないんですよ、他局のこと言ってるからな。あ、そうなの？いいじゃん、別に。いいんすか？いいんだよ、いいんだよ。いいすか？急にテンション。なんで？ごめん、全然聞こえなかった。何？なんでその…キャプテンのテンションが爆発した。あれのですが、本日8月2日は FM ギノワンの心の兄弟曲のギノワンの曲の開局記念日ですって、これダメでしょ他局の開局記念日のこと言ってんだけど、アウトじゃない。ちょっと待って、何でも読むからっつってからさ、書かないんだよ、そういう、ね、大丈夫ですよ、うん、一応読むけど、一応読むんだ。まあまあ、これはじゃあカットして、そして10月には FM ギノワンが開局3周年を迎えますが、はい、今度ことクロスオーバー実現させましょう。やりましょう、やりましょう、これできるの？まあいけるでしょう。いけるけど、うん、誰が得するの？まあ、同じ市にあって。なんのこれ。次いきますよ。待ってよ。スイカさんって方が来てる、初めてかな。あ、初めてなの。沖縄からと、わお。嬉しい、聞いてる。そう、わお。この流れだったらこれでしょ。それだな。やる？初めてなの。わお、サプライズ。待って待って、これ本当に何、今日おかしいよ、おかしいな今日のテンションが、本当におかしい。ちょっと待って、これちゃんとしますね、ちゃんとしましょう、ちゃんとやりましょう、はい。初めてなの、わーお、サプライズ、はい、よろしくお願いします。お願いします。本当今日やばいよドタバタネームほっぺさん、ありがとうます。ポッポー、皆さんこんばんは。先週の放送聞きました。はい、キャプテン寒冷ジンマシンのことがすぐに伝わって嬉しかったよ。寒い時に出てくるジンマシンね。あ、さてテーマ、夏の思い出。高2のバイト帰り、友達と歩いていたら交番の前でカツアゲされました。えっ、いいね、攻めてます。交番の前で、普通なら最もカツアゲに遭遇しにくい場所ですが、そうですよね、その時はたまたま留守いつもいないんだよな、だいたいね、交番ってね、うん、ちゃんとやってくださいね
結果無事だったから良かったけど、一人一人別の場所に連れて行かれるし、連絡を取り合えないように一時的に携帯を取り上げられるし、誘拐寄りのカツアゲでした。え、怖い。こんなことあるの？ありますよ。へー、交番の前っていうのは結構ね、攻めた感じの人たちがカツアゲしたんだね。へー、携帯取り上げられるって嫌だな。そんなことまでされるの？免許証取られることもあって、今までこれこそね、目の前の交番に言いたいよね。本当に言いたい。たら、ね、ね、これって監視カメラないの？交番の前とかないんじゃない？多分、ま、ああいうのって街で設置してるとかでしょ。うん、その地域とか。もうこういう時、交番のガラス割った方がいいんじゃない？だからいないんだよ、留守だから。でもなんかカメラあるでしょ。そしたらなんか本部が見てるんじゃない？それ。ああ、そっか。あ、なんか割ってるやつがいるってブーって来るんじゃない？あ、セコムみたいな。そうそう、セコムって警察なのにセコムが来るんだ。知ってないけど、ね、元も子もないな。交番をセコムが守るって。防犯機能が働いてる。でもあれよね、警察署って別に、うん、結構にぎわってるところにあるじゃないですか、普通。そんななんかあの人がこう隠れたりっていうか、人混みが少ないとこじゃないですよね、うん、普通あるところ。夜だったのかな。多分夜かもしれんし、でもうちの地元には超中道にある交番があって、ああ、普段誰もいないわけ。でめっちゃ太った警官の人がいるわけさ、中に、うん、ただ住んでるだけなのかなって思うわけいつも。あ、まあ、表に面してないさ、うん、あ、何なのかなっていつも思ってます。あ、はい、何あれ、お願いします。じゃ戻しますか。戻しましょう。次、あ、そうね、うん、次行きますか。行きます。お願いします、はい、じゃあ三十さんお願いします、うん、はい。よい、このみんな、こんばんは。来た。サロニさんだよ。ルン。ルン。高見、誕生日おめでとうね。うん。来週もまた言うからね。過ぎたな。夏の思い出。あのね、サロニさんの夏の思い出はね、小学生の頃に遡るんだけど、はい、プールで泳いでいたらね、うん、急にね、ゾウさんの真似をしてみようってなってね、うん、プールの水を鼻から少し吸い込んだの。ほんとバカだよね。少し意識が飛んだ。でも生還したよ。みんなもゾウさんの真似してお水をたくさん吸い込んだら目だぞ。おしまい。そりゃそうでしょ。まあまあな目だな。まあまあな目だね。まあまあな目をいただきましたね。サウロ兄さんは役者とかやったら憑依型になるタイプです。なんかなりそうだね。実際に吸っちゃうっていう。白い粉もね。ダメね、捕まるね。鼻からスッとね。あ、なんで鼻から吸い込んだら痛いのかな、水。なんですかね。多分そういう風にできてるんでしょうね。異物、サロニさん受けたって自分で受けてる。自分で受けてる。でもあれやらんかった、なんか、なんかテーブルの上とかでクッキー食べるさ、うん、じゃこのポロポロって食べかす落ちるじゃん、うん、それ掃除機みたいな口でってやらんかった。そうでしょ、やらんかった。あ、プリンはやったよ。やるんだ。落ちたプリン。プリン、違う違う、あのほらストローを突っ込んで、あ、吸うの。ドロリッチみたいな感じ。そう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 。どうなるのそれ。美味しかったよ、普通に。想像つくだろ。だからドロリッチみたいな感じ。ドロリッチみたいな感じ。そうそう、美味しかったよ。美味しい。皆さんもやってみてください。ダイソンの真似ね。その時あった、ダイソン。ゾウさんの真似からダイソンの話。ダイソンの話になった。さよなら。さよなら。何回あるの、何回か今日。次行きましょう。はい、次行きましょう。あ、いつぐらいかな、時間で。ダメダメ。ツイキャスより。あ、読みますか。ツイキャスもね、来てるから。一件言っていいですか。はいはい。ひとみさん、ちえさん、久米島さん、こんばんは。リップネーム3倍目キャミソールブラザーズです。おい、うん、なんとなく想像できますよね。できんだわ。あれね、はい、シュプリームさんね、はい、ただ今メールをしているのは8月8日パイン雨の日の22時ですが、うん、この時間東京はさんさんが刻一刻と近づいてきており、うん、傘の意味がないほど雨風が激しいというのに、はい、夕方から嫁の荷物持ちで原宿に買い物、わお、池袋で食事と、オーマイガーな我が家です。めっちゃ手掛けてるからね。すごい ね、 インスタとか見ても楽しそうだよ。そうだよね。いいね。テーマ、夏の思い出、うん、ふと東京に引っ越してからの夏の思い出について、うん、記憶を遡ってみても何もないんだよね、うん、そんな中毎年夏休みのこの時期に六本木ヒルズで行われているドラえもん展は欠かさず行っていて、うん、今年は先日月曜日に行ってきました、うん、ドラえもんどころかアニメやフィギュアには興味がない自分でも等身大ドラえもんがずらっと並ぶ光景は興奮しますよね。へー、そうなんだ。皆さんも行ってみたいと思いますか。すごい。本当にすごかったよ、写真。あ、本当だ。何これ、かわいい。めっちゃいっぱいっていうか、等身、こんなドラえもんでかかったんだみたいな。1メートルぐらいあるんでしたっけ。もっとあるんじゃない。そっか、そうだよね。なんか1メートルぐらいか。なんかそれぐらいありますよね。めっちゃ邪魔じゃん、あんなでかいのが家にいたら。押し入れこれだけで収まる。でもあんなに道具も出して勝手に充電もしてくるんでしょ。もはやポッケだけでよくねってなるわけ、うん、ならん。こんなこと言う。ごめんね。切ない、切ない。切ないけど、切ないこと言う。俺がそうだったら多分ドラえもんの電源は切っとくはず。いや、ダメだな。切ってポケットだけ使うってこと。
そうそうそう、本当に嫌で、あとはシリとかに聞くわけこの道具の使い道をね、使い道を、そうそう、いやこういう人がいるからあれだよ、ドラえもんがいるべきなんだよ。あ、そうなのかな。そうそう、いろいろ使うからね俺、楽しみが増えるの。そうなの。そういえばシュプリームさん、皆さんにお土産ちゃんと渡しました。いただきました、ありがとうございます。東京であったんだよね。そうです、いい、楽しかったですよ。そうね、もう今日初めて聞いた人多いですけど、うん、こんな番組なのでね、で、うん、もうすごいね、今日はまだいい方じゃない。今日すごいよね、わちゃわちゃしてるね。そんな下ネタ言ってないよ俺。言ってたよ言ってた俺、うん、めっちゃ言ってたよ。本当に全然言ってないけどな今日ということで、はい、そろそろエンディングですね。さよなら。唇が乾燥して力が出ないである。ああどうしよう、どうしよう。瞳に狂いを添え、これはトタバタリップ。結構拾えてるよ。あっという間に50分です ね。やっぱりツイキャスの音割れてるな。あ、そうなんだ、すいません、すいません。多分うるさかったはずね。確認した時は大丈夫でしょう、ね。俺が目って言ったからかな。いや、あんだけ笑大音量で笑ってたら割れるでしょ、3人。ちょっと離れた方がいい。ちょっとツイキャスが大きく拾ってるのは拾ってるんですけど。人生送りバンドさん。わ、なんかあれ。そうそう、人生送りバンドさん。ありがとうございます。ありがとうございます。来てたかな。すいません。コインもありがとうございますね。今度みんなで離れてから喋ってみない？大声で。なんで？疲れる。疲れます。疲れますか。なんか、うん、なんか悪いことして立たされてるみたいですね。俺下ネタ言ったら立つみたいな。なんでどっちも立った？どっちもね、うん、あ、伝わったね、やっと。なんかヒーさん、夏伝わったねとか、激がなんかできるようになってきたね。うるさいよ、なんかいいね。まあこれ嬉しいよ。ヒーさんからコメント来てたけど、なんてきた。夏の思い出は高校球児だったので、最後の夏の大阪予選ではクラスメイトが応援しに来てくれるのの仲のいい絆というのを感じました。あー、俺も思い出した、高校の時の。いい、ヒーさん、ヒーさん、なんかいいよね、こういう部活とかやってた人は。でも今日解禁できてよかったですね。何がありがとうますとか。そうだね、あ、よかった。なんかじゃだったら、うん、あと1個新しいの作りましょう。ありがとうます、うん、サプライズの続く。そうだね、何か作ろう。何がいいかな。ログアウトするの NO みたいな、なんか作りましょう。ログアウトするのツイキャス抜けるの NO なんとか言っちゃう。あ、いいねいいね。こんな感じのことある、うん、あっちさん、現場最近女性増えたよ。大型運転手や整備士。あ、でもあ、やっぱそうなんだ。じゃあ私最近やってるさ、うんうん、女性増えたって言ってた。なんかいいね、女性がこういう現場に進出するって ね。鼻があるよね。そうだよ、ね、現場の職人たちも頑張れると思うよ。楽しいはずね、うん、絶対楽しいでしょ。やっぱりいるだけでも、うん、全然違うと思う。空気が違うんだろうね。あ、びっくりショーの先行中。びっくりショーとかもなんか作りたいよね、そういう系のね。そろそろね。10秒前です。10秒前です。ドタ、あ、バタ、あ、リップ、あ。FM ギノワンから生放送でお届けしてきましたドタバタリップ、はい、はい、エンディングの時間です。時間です。今週もたくさんのメールやコメントありがとうございました。来週も引き続きテーマ夏の思い出でメッセージお待ちしております。お願いします。今日読まれなかったメールも今月いっぱいで、ね、はいはいはい、じっくり読んでいきますので、絶対読みますから、はい、ぜひお楽しみに。なんて言われても読みますからね。はい、ということで告知。告知なんですか。はい、帰宅部終わったばっかりなんですけど、うん、もう早速9月の舞台に向けて稽古がもう始まっております。いい、ね、ね、はい、実はもう重なってたんですけど ね、うん、ね。もう1週間お休みいただいて、今週から復帰しました、うん。今宵は殺意で眠れない。眠れねえぞ、はい、シアターテンカンパニーさんの主催の舞台でございます、うん。9月21日から23日計5回公演で、やっております。はい、いきます。じゃあこれね、面白いよ。サスペンスなんだけど、うん、コメディなんですよ。サスコメね。サスコメ聞いたことないね。コメサスね。でも、どっちもいけない。もう本当に多分新しいタイプの内容だと思います、うん。
ちょっと詳しくはまだ言えないんですけど言えないってあの後々またあの告知詳しくしていきたいと思います。はい、はい、ぜひぜひ見に来てほしいです。チケットは一般2500円、高校生以下が2000円です。お求めは私までよろしくお願いします。お願いします、はい、皆さん忘れてないですか、今日パンクドランカーズの日ですよ。8月9日パンクの日です。なるほど、8から9で。そうね、鷹の爪ヘッドショップでなんとセールをしてるそうなんで、8月9日から8月12日まで、お昼12時から夜8時までやってますので、千駄ヶ谷駅から走って1分です。全速力で走って1分なので、皆さん走ってみてください。歩いてでしょ。沖縄ではジクシーで取り扱いしてますので、セールはまあないと思うんですけれども、まあジクシーに遊びに行ってください。お願いします。だから来てるでしょ今日。なるほどね。まあいつも来てるんだけど、ね、いつも来てるよね。いつも来てる。なんか今流行ってますよね、パンクドランカー。そうなんだ。なんか色芸人さんとかもいろいろつけてますね。結構来てるね。確かにね。そういうイメージあります、ね。ありがとうございます皆さん。俺が作ったわけじゃないけど。そうね。絶対そうよね。めっちゃ押してるよね。めっちゃ押してる、大好き。なんかお店の人かなってぐらい。もう沖縄パンク大使なんでね。どんどん広めていきたいと思います。そのうち出るんじゃない CM とか。出たいよ本当に。またね、また来週ちょっと3人が揃わないかもしれないので、ね、来週すいません私がね、来週はサンチェスとキャプテンのおっぱいの話で盛り上がりたいと思います。来週おっぱいの話らしいですよ。おっぱいの話やりますみたいですね、うん、はい、そうそう、いいなぁ、こういう時に限っていないんだよ、ね、おっぱい店のね、あの力山猫さんのおっぱい店の話とかもしようかなと思って楽しみです。お願いします。私も聞いておきます、はい、ということでそろそろ終わりましょうか、今週も皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。バーイ。はずい、なんかこれやん。バイバイ。なんか今日まとまった肩がありましたね。はい、中でね。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ああ、おすず最後まで聞いてくれてたんだ。ありがとう。ありがとう。ないありがとう。やめろ。おすずはまだあれなんですよ。成人したばっかりの。あ、そうなの？そういう刺激の強いのはちょっと。一緒にビール飲む。やめなさい。大根お願いします。はい、放送終了しました。はい。ありがとうございました。追加もすいません。閉めてください。はい。来週はおっぱいの話。